はい、皆さんこんにちは、渡辺ブルビッシュです。今回は機動戦士ガンダム逆襲の者、プレイステーションのソフトになりますが、こちらのシャー編を新しくプレイしていきたいと思います。アムロ編をクリアするとこのシャー編がプレイできるということなので楽しみですよね。では早速始めていきましょう。グリプス戦役、第一次ネオジオン構想以後も地球にしがみついた連邦の腐敗した構造が変わることはなかった。そしてその体制に取り込まれ利用されているニュータイプがいた。アムロ、大変です。スイートウォーターがネオジオンを名乗る艦隊に占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉ではシャアは直接交渉は望まず、ただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、シャアってタイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア、宇宙世紀0079。やっぱりこのシャア編も1年戦争編とサイド7からルナ2を経て、まあ、1年戦争の敵と木馬が大気圏突入のため全神経を集中しているチャンスをつき攻撃を仕掛ける。了解です、少佐。ザック、射出用意。どれ、出撃ですね。ソーザー、地球の引力に引かれて大気圏に突入すればザクでも一瞬のうちに燃え尽きてしまいます。どれ、発進後4分で敵を叩き大気圏突入カプセルへお戻りください。ザク、出るぞ。シャア族で、まあ、ザク、シャアの視点でという感じかな。これがほとんどそうですね。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差でないことを教えてやる。シャア、やるしかないんだ、やるしか。アムロとの戦いは、これは絶対にビームライトを食らわないようにしないといけないですね。4分間戦えばいいのかな。そういうステージ結構多いですね。もうバズーカの弾出た。マシンガン、あれですね。ちょっとバズーカを撃って、失礼しました。クラッパーもある。クラッパーも投げている。危ない、これ打ち終わりが分からなくて怖いな。食らった、食らったけど思ったよりダメージは受けてないですね。もっと深刻なダメージが
もらうかなと思ったんですけど、違う、危ない。ゼータガンダムの場合だとニュータイプモードとかオールドタイプモードとかいくつか難易度があったと思うんですけど、どうなんでしょうね、この逆者編ではそのあたりがあるのかどうか。あ、バズーカの回復、ジャンダーの回復は早いですね、全然早い。ちょっと食らったな、仲間とも、ね、うまく連携しながら戦わないと。ガンダムハンマーを食らった、結構レアなものを食らっちゃった。ガンダムハンマどういうとこだった。このデッドリケルのクラッターは効いてるか、クラッター確定、クラッターめちゃくちゃクラッターな、これでもかっていうぐらい確定クラッターな。ただガンダム片上がもう脱げてた、これなら勝機はあります。ちょっとザクマシンなので軽くやらないんで、ちょっと確定狙いに行くか、まあ、バズーカーを思い切って当てるかっていうことをちょっと考えたら、食らうわけにはいかない。次格闘食らったら逆にやられる、こっちが。どっちかっていうとアムロのガンダム他のザクに食らった、まずい、食らった強い。ちょっとじゃあ戻ってきます。さあ強かったな、本当に剣がついててよかった。決まった、さすがガンダム強い。食らう、ちょっとバズーカーもやっぱり効果的に当てる必要がありそうなので、マシンガンよりもどっちかというとバズーカーの弾丸が 4しかないんですけど、バズーカーをねちょっとメイン武器として考えていこうかなと。あと格闘を考えていこうかな。ちょっとね無口になってしまうかなと思うんですけど、止まってる、動きが止まってるぞ、動きが止まってたのに行けなかったな。完全にアムロのガンダムの足が止まってました。ああいうところに確実にちょっと当てたいですよね。全弾ヒットして、ここですかさずバズーカを打ち込む。だいぶ削りましたね。うわ、こっちに行ったところで逆に食らってしまいましたね。ビームライト。ある程度距離を詰めて一気にアムロを仕留めにかかりたい。切り替えて撃つ、この視点、上からの視点は本当に狙いやすい。よし、最後バズーカーでしとめました。ん？シャア少佐、時間です、カプセルに入ってください。
このモビルスーツは化け物か。人類は空に進出してからも覇権の争いを続けたのはなぜかな。例外を認めて地球に居住する人々を残したからです。それと人はもともとテリトリー争いをする習性のある動物だからだ。私は空に出た人類の革新を信じたいのだが、人類全体をニュータイプにするには誰かが人類の業を背負わねばならんと分かったのだ。大佐はあのアムロを見返したいために今度の作戦を思いついたのでしょう。私はそんなに小さい男か。アムロ・レイは優しさがニュータイプの武器だと勘違いしている男です。女性ならそんな男も許せますが、大佐はそんなアムロを許せない。今のナナイとシャアのシーンはちょっと原作というか映画とは違う雰囲気というか違うシチュエーションでしたね。はい、では、このシャア編もですね、1話を、1、6が撮影という形にさせていただきたいので、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。